よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずはカンヌからお帰りなさいませ。ただいま帰りました。脚本賞とクイア・パルム賞おめでとうございます。はい、ありがとうございます。いかがでしたかカンヌは。今年はというか今回は丸々15日間滞在していたので、映画祭本当に最初から最後までいることができたので、とてもいい滞在でした。コロナがまあすっかり明けてと言っていいかどうか分かりませんけれども、映画祭としてはコロナが明けて、とてもたくさんハリウッドからもスターがやってきていて、華やかさが戻ったなという感じです。最初から最後までいらっしゃるのは初めてだったんですか。こんなに長くいたのは初めてだと思いますね。それは理由は何か終わりになって。作品がオープニングだったので、あ、なので映画祭の前日から入って、まあ滞在中はずっといろんなミーティングがあったり取材があったりしたもんですから、結局最後までいることになりました。カンヌではどんな声をかけられました。見た方が、長く滞在しているともちろん見た方がだんだん増えていくので、そうすると街を歩いていって声をかけられることが、評判がいいと増えるんですよ。なのでそれがだん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 増えていって、子どもたちがすごく良かったとか、あれは最後はどうなんだ、僕はこう考えたけどそれで合ってるかとか、なんかすごく印象に残ったシーンをこう身振り手振りで真似してくれる方たちとかがいて、それがやっぱり映画祭はとてもいいですね。もう世界各国いろんな方から。そうですね、はい、ただすごく中国の方が今回は街にも多かったです。でも中国ってその業界関係者の方々、一般の方々もいらして、一般の方も来てました。そうなんですね、はい、解禁されてるんですね。じゃあ、あとついに今日から公開と、はい、映画公開ということですが、公開に向けてどうですか。ここからいろんな方に見ていただくわけですが、今のお気持ちとしてはどんなお気持ちでしょうか。そうですね、僕が関わり始めてたのがもう2018年の12月なので、4年半。長いです。長いですか、作品が出来上がる期間としては。一番長くはないです。だけどその一旦ストップしたもんですからコロナで、ほぼにな、まあ、なんだろう、具体的に動かなくなってしまった時期が結構あったもんですから、この映画ができるかどうかというのが不安になった時期もあるので、そういう意味で言えばここまでようやくたどり着いてほっとしてます。その何もできない時期っていうのはどういうふうに過ごされて、どういうふうに進められてきたんですか。ある程度脚本が進んだところで、ストップがかかって、じゃあ、しばらく寝かせましょうっていう1年半とかで、じゃあどうしようってなった時に、その先、その後にやろうと思ってた企画をじゃあ先にやっちゃおうかっていう。なるほど。なので空白期間があったわけではないです。むしろ忙しくなっちゃいました。同時並行でやられてたわけですね。同時並行で、そうですね、基本的に常に同時に2本ぐらいは動いていました。でもコロナ禍を挟んでいよいよ公開ということですけれども、カンヌの話に戻りますと、今回は脚本賞とクイア・パルム賞という賞を受賞されました、脚本に関しては坂本雄二さんと今回はタッグを組まれたということですが、坂本さんとのお仕事はいかがでしたか。楽しかったです。とても勉強になりましたし、いつか一緒にやりたいなとずっと思ってたので、この題材でこのタイミングでご一緒できたのは何か少しすごく縁を感じました。脚本があって、そこにこう監督が一緒にこう参加する形だったんですか。脚本の一つ前の段階のロングプロットというものができたところで、一緒に企画の開発をしていたプロデューサーの川村元気さんと山田さんと坂本さんで監督どうしようかって話になって、で坂本さんから僕の名前が出たと聞いています。それ最初にお話を受けた時はどう思われました。いや、嬉しかったです。その前に3度ほど対談をさせていただいていて、
で僕自分で書かなかったら坂本さんに書いてほしいんですっていうラブコールはしていたので、多分それで名前を思い出していただいたんだなと思いますけれども。じゃあある意味こう念願という形ですね。念願です、僕は。はい、坂本さんの最初のプロットを読まれた時の思い、どんなものだったんですか？どこまで行っても何の話だか分かんなかったんですよ、そのプロット自体が。でも目が離せなくなるというか、こう、ページをめくる手が止まらなくなるっていう、あまりしたことがない経験だった。なのでこれを映像にした時に、これどこまで分からないままいけるんだろうかっていう、もう、演出する目で読みましたけど、それがとても面白かったですね。その今回映画拝見したんですけれども、はい、その3つの視点から物語が進んでいくじゃないですか。はい、でシナリオブックも3部構成になってて、はい、これをどういうふうに映像にするのかっていうところが難しかったんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりの苦労など、どんな苦労がありましたか？何かそのショーが変わって、じゃあお芝居を全く違うものとして変えるかっていうと、そんなことはなかったので、あまりその三部構成の難しさというのを僕は意識はしませんでした。ただいろんな意味で細かくその撮影のスタイルというか色味も含めてですけども、 1,2,3 と変えてはいるので、その辺はカメラマンと相談しながら少しずつ変えてるんですけど、それはその切り替わっていることがちゃんと伝わるように。そうですね、視界が変わるので、その時に少し変えたいということで、あとは、3部になった時に子どもの目線になりますから、そこで一緒に子どもと一緒にカメラも走りましょう、動きましょうっていう話はしました。なんか確かにその見ててきちんと切り替わっていることも見ていて分かるんだけれども、はい、スムーズに流れていく感じとか、はい、それがとても不思議な感覚でした。それから作品拝見しまして、こういかに自分が普段見ている世界はものすごく先入観にとらわれていて、自分だけの景色であるかっていうことを気づかされたんですが、監督が今回その坂本さんの脚本でこう映画を撮るときに一番こう伝えたかったこと、大事にしたことってどんなことですか？大事にしたこと、ただ僕も初めて読んだときに、多分今出来上がった映画を見た観客の皆さんが感じたことと同じことを感じたと思うんですよ。あ、これも先入観だった、あ、僕これも思い込みだった、で、あ、この映画はこういう話なんだろう、こういう話なんだろうって僕が思ったことが、後々全部こう覆されていって、最後はネタバレになっちゃいますか？その経験、僕がその最初にした経験をなるべく同じような鮮度で見た方にもしてほしいというのが一つと、ただこのテーマで作るにあたって、最終的にその三部構成なんだけど、4部目があるとするとカメラがこっち側に切り替えされるっていうんですか、作ってる僕もそうですし、見た観客にカメラがもう一回向くのだっていう、子供が今度は僕らの世界を批評するんだっていう、投げかけてくるというか、はい、そういう形が必要だというのは、これは脚本の段階から坂本さんとは話してました。そうなんですね。はい、じゃあこう終わり方っていうのはある種何かこう伝え手として見る人たちに対して何かを投げかけたようなエンディングだっていうことなんですか？そうですね、投げかけた、子供が見返すのだ、世界の側をっていうつもりでした。確かに見返されている感じがありました。これはどういうことなんだろうって、やっぱり終わった後もずっと考えてしまうというか、何人かスタッフと一緒に見たんですけど、やっぱりすごく議論になりました。何よりです。そういう意味でも何かこう考えるきっかけをこう与えてくれるような映画だなというふうに感じました。ありがとうございます。このタイトルの怪物というのは、お最初の脚本の時点から決まっていたんですか？最初僕がいただいたプロットは違うタイトルでした。で途中何度も
あの佐久間さんが書き直されるたびにタイトルが変わっていく時期があって一旦怪物仮になった後も別のタイトルに移っていったんですよ。それ多分僕と川村元気さんがあの怪物がいいんじゃないかなっていう風に坂本さんを説得したですね。あ、そうなんですか、はい、仮だったんですね。それでも坂本さんしばらくは仮を取らなかったので多分あの、まあ、納得されるまではそういうことなんだろうなと思ってました。監督は怪物がいいと思った理由はどんなところに。これいろんなところにこの物語の中で名付けようのないもの、名付けようのない感情が出てくるんですよね。それがだから視界が狭まって狭まっていくと怪物に見えてしまう、もしくは狭めてしまった本人が怪物になってしまう、あのそれはあえて言葉にするならば怪物なんだけども本来は言葉にならないものだと思うんですよ。言葉にならないもの、名付けようのないものをめぐる話だなと思ったので、それにどんな名前をつければいいのかっていう時に、あ、なんかそういう言葉が一番、まあ、いい意味で曖昧で、要するに姿が見えないものだから一番いいのかなと思いました。じゃあこう怪物というのは誰しも自分の中に飼っているというか持っているというか。そうですね、あとは壁の向こうに見てしまうものっていうんですかね、暗闇の向こうに見てしまうのかな、なんかそういうものだなと思いました。あとこう映画を見ていて本当にその視点が変われば全く見えてくる景色も違って考え方も違ってそれぞれ信じている正義のあり方も違う、はい、そんな感じの印象を受けたんですけど、はいはい、この映画を通してこう世の中に投げかけたかった、世の中に対してこういう提起をしたいっていうなんかそういう思いはあったんでしょうか。あの結果的にそうなるものはあると思うんですけれども、坂本さんの書かれる脚本も今まで僕が作ってきた映画もおそらくはそれをこう意図して作っているものはあまり多くないような気がします。今回も何が、まあ、投げかけたとしても投げかけた通りに受け取られるかは分かりませんから、うん、多分坂本さんが書いているものはそれが特定の誰かというわけではなくておそらく誰かに語りかける、うん、手紙なのか何なのか非常に個人的なものだと思いますし、それを受け取った僕がすることも多分そういうことなんですよね、うん、でそれは一番はあの映画の中に登場する人たちに対するある投げかけだったり慰めだったり励ましだったりすると思います、うん、あのそこまで映画ができるのはそこまでかな、うん、登場人物に対するそういう投げかけまでなんじゃないかなと思ってますが。じゃあこう受け取り手もしかしたら見ている方々世代や性別やいろいろな立場によって全く違う受け取り方になるかもしれないですね。そうですね、あの、うん、だと思いますね、うん、それからあのまた坂本雄二さんのお話ですけれども、はい、今回は脚本があってという作り方だったと、うん、普段監督はご自身で脚本も書かれると思うんですが、はい、そのやり方の違いというのは、うん、今回はどんなところにこう、まあ、難しさだったりやりがいだったり感じられましたか。作り方は違うものですか。全く違うのを覚悟してたんですけども、思いのほかそんなに現場に立った時に演出家としての現場の在り方は変わらなかったんですよね。ただもちろん今までは現場で撮影をして編集をして自分で直して翌日の現場に臨んでっていう形が、まあ、自分には向いているなと思って、で自分が演出する前提でしか脚本を作ってこなかったので、まあ、良くも悪くも台本なんですよ、まあ、あの設計図、うん、粗い設計図なんですけど、まあ、今回はそのコロナを挟んだということもあってかなり時間をかけてその設計図作りというのが、まあ、綿密にできたなと思うんですね、うん、なので現場で直したくなるということがいつもに比べては少なかったのと、うん、
自分で書いてないからなのか撮影の現場で分からなくなることが減りました。あ、そうなんですか。それも指針があるからということですか。そうですね、多分それもある。ちょっと理由がよく分からないんですけどねそんな悩まなかったちょっとあれなんですけど、悩むことは悪いことではないんですけど、分からなくなりませんでした。この映画は本当に面白いかなみたいな。いつもは自分で書いて自分で演出してると分からなくなるんで、なるほど、面白いってあまり気にしてるんですか。面白いかこのシーンって、いるか本当にって聞くんですけど今回は僕が多分一番この映画面白いぞっていうのは確信を持ってました。なるほど。じゃあもうそういった点でこう脚本があるっていうのはちょっと作り方が少し違っていたわけですね。そうですね、現場での僕の視界の、クリアさがちょっと違ったかなと思います。なるほど。それから今回音楽は坂本龍一さんがご担当されていますが、はい、監督が音楽はもう坂本さんしかいないという理由で、こう起用を決められたと伺いましたが、その坂本さんにお願いしたかった一番の思いはどんなところにあるんでしょうか。まあ、いつかご一緒したいなと思っていた作曲家であるというのがまず前提としてありまして、ただむやみにお願いできる相手ではないですし、確信を持ってお願いしないといけないなと思ってました。で、まあいつもは自分で脚本を書くときに音楽をかけているんですね。事務所の部屋にいろんな曲をかけながら楽器だけ決めるんですよ。楽器、ピアノなのかな、ギターなのかなみたいな、アコーディオンかなみたいなこともあるんですけど、それでその楽器のアルバムをいろんな人のアルバムをかけながら絞ってくるんですけども、まあ、今回はそういうプロセスがなかったので決めずにロケハンに行って、まあ、まず最初に町が決まって、長野諏訪湖が、はい、長野の諏訪に決まり、ロケハンの最後に真っ黒い湖を見た時に、あ、ここが物語のスタートだなと思って、そしたらもう、あ、坂本さんのピアノが入るって自分でなんとなく直感的にイメージが見えちゃったんですよ。そこからはだからずっと坂本さんの曲を念頭に置きながら本も読みましたし、撮影が始まって夜編集するときにはもう坂本さんの曲を全部当ててたので、春、まあ撮影は春と夏に分かれてたんですけども、春編撮った段階でもう全部坂本さんの曲を入れてました。坂本さんに依頼をされたとき、はい、返答としてはどんなものだったんですか。なかなか難しいじゃないか、病状のこともあるのでっていうことは耳には入っていたんですけれども、ちょっと諦めきれずにお手紙を、とその借り当てした音楽をもう借り当てしたものを送らせていただいて、ちょっとお返事がなかったら諦めた時にはもう音楽はなしでもいいかっていうぐらい覚悟は決めてたんですけど、思いのほか早くお手紙をいただけて、で面白かったです、やらせていただきますっていう。ただ音楽全部をやる体力が残っていないので、それは難しいんだけれども、今ちょっと 1,2 曲頭の中にイメージが浮かんでるものがあるから、まずはそれを形にしてみますので、できたら送りますっていう、ありがたいお手紙でした。そして、2曲ですか。はい、最初に1曲モンスター1というテーマ曲で使わせていただいたものが送られてきました。いかがでしたか、聞かれた時。いや、もうもうすぐに編集室に入って音を当てさせていただいて、もうこれしかないっていう形で映画の世界を広げてくれましたから、もう本当はそれ一曲で満足しなければいけなかったんだと思うんですけれども、もう一曲お願いしたらやってみますということで。なるほど、最初は1曲だったんですね。1曲で、あとは今まで使われてたものを、まあ、使っていただいていいですよというお話だったんですけど、もう1曲お願いしました。それで、まあ、その結果的にはといいますか、まあ、この今作が坂本龍一さんにとっては遺作となったわけですが、
その是枝監督としてはそのあたりどういう思いがありますか。無理をさせてなければいいなという思いもあります。一つは、ただすごく身勝手に聞こえるかもしれませんけれども、最後にご一緒できたことは僕にとってはとても誇りですし、この作品を中心に考えるとこの作品に坂本さんの音というのは本当に不可欠だったなというふうに出来上がってみると思います。それから少し話は変わりますけれども、是枝監督はこれまでさまざまな社会課題を取り上げたり、あとは実話に即したこのストーリーを紡がれたりしてきたと思うんですが、監督がこう何かをピックアップする時のその判断基準といいますか、種探しっていうのはどうされてるんですか。何か自分になんかネタがどこかに転がっていないかと思いながら日々生きてるわけではないので、何かそういうこうアンテナが常に動いてるわけでもないんですよね。ああ、そうなんですね。自分の中から基本的には湧き上がってくるものですか。いや、これ多分僕だけじゃないと思いますよ。自分の中から何かが湧き上がる人はそんなにいないと思いますよ。何かと出会ってそこで刺激を受けるんだと思いますけれども、なのでもちろん日々こう触れているいろんな事件だけではないですよ。ニュースだったり今読んだ本の場合もありますけども、それがこう、一過性のもので自分の中で、浅い感情は涙つみますけども消えてしまうものが大半ですが、時々それが引っかかって残るものがあるんですよ。で、残り続けて何かこう瞬間的にバーってなったものではなくて、それが落ち着いた時にでも残ったものを、がある場合はノートを作り始めます。で、ノートにまず最初に何が引っかかったのか書いて、でそれに関する本も読んだり、場合によっては人に会ったりもしますけれども、そこから膨らましていきます。それでも作品になるものとならないものはあります。立ち消えになるものも随分多いですけども、それが膨らんでいったものが結果的には映画になったりっていうことですね。実際にこう人と会ったり取材活動されたりもします。することはあります。韓国で撮ったベイビーブローカーなんかはベビーボックスの関係者の方たちに取材して、それはもう撮影というか映画を作ることは一応前提にはしてましたけれども、そこでいろんな方たちいろんな立場の方を取材したのは随分大きかったです。脚本作りの監督がこの映画を作るにあたっての準備期間といいますか取材期間といいますかはどれぐらいなんですか。これは作品によるんですよ。いろんな理由で時間がかかってしまうものもありますから、デビュー作に近いところでいうと誰も知らないなんかは脚本を自分、あれも元になった事件がありますけれども、巣鴨置き去り事件ですか、脚本自体は翌年に書いているので、でそこから実現するまでには15年かかってるんですね。15年、それはもちろん15年取材してたわけではないんですけど、なかなか実現せずに、でそうすると僕の年齢が20代から40代に変わっているので、ちょっと物事の変わり方も考え方が変わりますし、社会の状況も変わりますし、自分の立場がやっぱり少年目線だったものがやはり大人の目線になっていきますから、それは自然と作品には反映してリライトを重ねていくって作業になるんですね。なので生まれ落ちるタイミングに合わせて自分の中でそうやって成長していくものは形になるんですけども、成長しなかったものは形にならずに眠ってます。その何割ぐらいの割合なんですか。映画として形になったものとならないものと、形になってるもの10本で多分2本とか3本じゃないかな。もっと少ないかもしれません。
是枝さんはテレビのディレクターご出身で、うん、ドキュメンタリーを撮られた経験が今の監督としてのご経験につながってると思うんですけど、そのテレビで働く者として、その是枝さんのこう取材の方法とか、何が一番、何をこう社会と向き合う時に大事にされてるのか、ちょっと今日は知りたいなと思って来ていて、社会と向き合えてるかどうかというのは、常に自分自身に対して疑ってますけども、僕でもテレビに関わってたといっても、本当に深夜のドキュメンタリーを細々と年に数本やっていただけなんですよ。で、報道に関わったことは一度もないので、大体僕が題材として取り上げるものは、一旦報道の波が静まった後にようやく僕の中で、あれはところであれはどうなったんだろうなっていうことで動き出すので、うん、常に遅いんですよ。常に遅い、出足が遅いんです。僕瞬発力がないので考えてる時間が必要なんですよ。だけど多分テレビの報道の現場って、そうやって一つのテーマをずっと抱え込んで継続していくのが難しいメディアだったりするじゃないですか、はい、やっぱりこう線にしていくのがなかなか難しいですね。難しいですよね。点で取材を重ねてっていう、はいはい、だから逆に言うと、深夜のドキュメンタリーという、その常に今を取り上げなくてもよかったというのは大きいかもしれません、うん、だから自分の中できちんと沈殿したものをどういうふうに、こう静まった後にもう一度その水の底を見てみるみたいな作業がやっぱり大切で、まあそのもちろん僕が作ってるのは フィクションなので、その起きた事件そのままではないですけども、何か最初はですから、ちょっと話があっちゃこっちゃいきますけども、出足が遅いことをコンプレックスだったんですよ。テレビに向かないんじゃないかなと思ったんです。だけど、あ、でもそれは個性だと考えていいのだと思って、遅れるっていうことを今では自分の一つの方法論にしようと思っています。じっくりこう一つの問題と向き合う。そうですね。それがだから本当に自分にとって切実になるまで待つっていうことだと思うんですけども、うん、そういう作業がを経た上で出てきたものは強いと思います、うん、全ての作品がそうやって作れてるかというとそうではないですけども、やはりそれは大事なんだなっていうのを改めて感じてます。その映画で何かこう伝えたいことや取り上げたいものがあるときに、それを映画という形で伝えることによって社会に何らかの影響を与えるということはご自身では期待されているんですか？社会がどんな形であれ少し変わるっていうことを意識してものを作られてますか？結果的に変えたいと思ったことはないです。変わってしまう危険性というものは常に抱くべきだと思いますけれども、よくそのそれは多分メディアに関わっている人間が常に自分に問わなければいけないところだとは思いますが、何か社会をこう変えたいと思って作るわけではない、その前に、おそらくこれは僕の経験ですけど、自分の中で何かが変わらないとそれが連鎖していかないと思うんですね。作り手の中で何かが変わる、作り手と対象の関係の中で何かが変わることが結果的に社会を変えることもある、うん、良くも悪くもとは思います。社会を、自分が変わらないのに社会を変えようというふうに考えることは多分おこがましいというとあれですけれども、うんうん、身近なその半径数メートルすら変えられないのに社会を変えられるわけがない。というよりは、あらかじめ答えを持っていって作品を作るのではなくて、作品作りを通して何か作り手に発見がある、それが変革につながる自分の、
それがベースだと思います。そこから先は多分コントロールができない部分でもあるから、作ったものがどう広がるのか広がらないのかとか、どこに届くのかとか、まずはでもその出発点なんじゃないですかね。そこは意識します。難しいですけど、ただその先になんか世界を変えたいって思うのはやっぱおこがましいじゃないかな。作り手もこう、まあ、ある種こう柔軟性というか、こうその場その場でちゃんと考え方やいろいろなこう作り方を変えていけるような、まあ、そんなこう軽やかさが求められるのかなっていう。そうですね。いや、ちょっと時間が迫ってきていろんなこと聞きたかったんですけど、ちょっと時間が残り少なくなってしまって、はい、あの最後にもう一つ私が伺いたかったのが、はい、是枝監督がこれから日本の映画界をどのように変えていきたいか、どうあるべきだと思われているか。はい、一監督が映画界をどう変えられるかというのは大変難しい。それこそまず自分の現場をどう変えていくか、問題点をどう解消していくかっていう、問題をどう解消していくかということが先にあるべきだと思っていて、まあ、一作一作どうも反省もありますから、それをどういうふうに次の現場で良くしていくかっていうことの積み重ねでここまでは来ました。まだまだ課題は残ってますけれども、だいぶスタッフとも意識の共有はできてきていて、少しずつですけども、なんつうの、働きやすいものを作る環境として良くなってきているなという気はしています。ただその業界全体としてやはり非常にブラックな労働環境がずっと維持されてきてしまっていて、まあ、女性と若い人たちが、まあ、女性の場合はその例えば結婚して出産をした時に離職して戻ってきにくい状況がある、うん、若い人たち子供を抱えたままだとなかなか働きづらい現状がある。そうですね。で、若い人たちとはやっぱりやりがいを搾取されて低賃金長時間労働っていう状況が続いてきてしまったので、それも放置してきてしまったから、まあ、テレビも同じだと思いますけれども、その環境をどういうふうに変えていくべきかということは業界全体の問題として考えるべきだということで、去年、まあ、監督たち中心に集まったメンバーでいろんな団体に提言を、まあ、特には映連ですけども、映画の大手の団体に提言書を出したり、質問公開質問状を出したりしながら、少しずつやっていこうとは思ってます。今回のその怪物の撮影現場でも保育士の資格を持たれているスタッフさんがいらっしゃったり、あとはこう子どもとのやり取りでインティマシーコーディネーターの方を入れたりっていう、そんな取り組みをされたと聞きましたけれども、スタッフさんや役者の皆さんからはどんな反応でしたか？そうですね、ある程度うまくいった部分もあるんですけども、保育士の資格を持ったスタッフを入れたわけではなくて、いたんです。私も持ってるスタッフがいたので、じゃあやってみようかってキャストがの方が連れてきたお子さんを、まあ、1日ケアで入ってもらったり、その担当で入ってもらったりってことをしたんですけども、なんかその噂が他の組にも伝わって、今別の組でそういう役割として需要が出てきてて、その方がですか？そうですね。今別の組で子供の世話してますっていう。なので、要するにそういう人求められてるっていうのはすごくよく分かったんですよ、一本やってみたら。であるならば、そういうスタッフを現場に呼ぶお金を例えば業界全体で持ちますよっていう形が取れれば、多分だいぶ楽になると思うなというのは思ってます。その今は映画界をこう変えようとされている、いろいろ尽力されている、その映画界が一つモデルケースとなれば、こう日本社会全体にこう及ぼしていく影響も生まれそうだなと思うんですが、そこまでこう考えて。そう思うんですけども、偉い人たちは、いや日本が変わ、要するにそれは政治の問題だし、日本のその、まあ、映画だけ変わるわけにいかないよっていうね、要
要するに率先してやろうというのは、ごめん、だんだん批判になってきちゃうのかな。率先してやろうという気はあまりないですね。まずはご自分の場所、日本の映画界を業界としては率先してやるつもりはあまり感じません、だからこそ個々の今監督が自分たちの現場をまず変えて見せて、こういう形をやったよってことを、公にしていく、で仲間を増やしていって、下から突き上げていくしかないのかなというふうに思っていますけれども、本来であればやっぱり率先して、放送局もそうだと思いますし、映画会社もそうだと思いますけれども、まず率先して自分たちが変わる姿勢を見せることが、どのくらい社会に影響を与えるかということは考えた方がいいと思いますけれども、逆に最も遅れていると思いますので、そこはまず自覚した上でと思います。じゃあぜひ次撮影現場に取材に行かせてください。ぜひもちろん完璧ではないんですけども、なるべくその、もちろん子供がいるので撮影時間は限られる、でそのルールをどう守るかってことと、ちゃんとスタッフを休ませるっていうことと、撮影現場をどう安全にみんなが安心してできるかっていうことを、少しずつ進めていこうと思ってます。ありがとうございます。貴重なお話をたくさん伺ってありがとうございました。もっともっと聞きたかったんです。なんか業界全体の問題点については改めてまた、はい、ぜひどこかで話せるチャンスがあれば、はい、と思います。ありがとうございました、まずはありがとうございました。怪物でもお世話になりました。お世話になりました。大変貴重なシーンで感動しました。ありがとうございます。ありがとうございました。